じゃあ、廣長選手にも、用具、普段使ってる、まあ、廣長選手はグローブとスパイク、ちょっとどちらも紹介してもらおうと思うんですけど、まずじゃあ、グローブ、何を使ってますか？はい。セルスっていうキーパーグローブを使ってます。何年目？何年目だろう、中3か高1ぐらいから提供してもらってたから、17年目。やっぱもう離れられない。もう離れられない。ヒロ、ほんと昔からずーっと俺にも勧めてくるもんね。多分ゴンちゃんもアプローチはあったもんね。俺はそう、でもアディダスが契約しちゃってたから、うん、もうアンダーの時代表とかでも使わせてもらってたし、アディダスをその時。いや、ちょっとあれだったけど、そう。セルスは何がいいの？他のグローブ使ったことないからわかんないけど、このラバーがすごく良くて、手の技術使ってない。ほぼほぼ。使え？練習しろ。もうこのラバーでキャッチしてる。それぐらいお世話になってる。でもヒロはさ、本当昔からやっぱキャッチは得意分野じゃん、どっちかといえば。それゴンちゃんからなんか結構言ってもらってたんだけど、全然そんなことはなくて、自分ではグローブに頼ってんなと思いながらキャッチしてた。いや俺ね、昔からヒロのキャッチは綺麗だなってずっと思ってて、まあじゃあそれはじゃあ本当グローブのおかげってこと？そうそうそう、年々改良されてってフィット感もすごいし、今は指のロールっていうかはどういう感じの使ってる？今はこれ、それじゃラップ、もう昔からラップを使ってて、このラップがいい感じにボールにフィットして、まあ、多分あるは合わないはあると思うんだけど、もう俺はずっともう17年間。そうだよね。でも昔からずっと他にも白いけど、それだよね。そうそう。サイズ何個？サイズは俺は 9.5。9.5、点5があるんだ、セルス。そうそう、0.5 ずつあるから、サイズはみんな合うかなって。9.5 がどんな感じ？つけた時の。うん。わかるかな？いや、わからん。ちょっとだけ折れるぐらいがもうちょうどいい。でも中にはもう本当ぴったりじゃないとって人もやったんだけど、ちょっとだけ折れるぐらい。ズームの限界ね、これ。ズーム。ずっと 9.5？ グローブによってちょっとサイズが変わったりしたんだけど、今回のやつは 9.5 で、今までは 10.0。セルスは、こう、今はずっと天国展開で各種類あるんだ。そうそう。それでもあれだね、いいね、ぴったりを求める人はさ、10だと大きくて9だと小さいとかいう人いるじゃん、結構。そういう人にとってはすごいいいね。キーパー専門のメーカーだからそういうこともできるのかな、うん、でさ、俺さ、ヒロで懐かしいのはさ、ヒロってそのグローブのさ、乾き具合をすごいこだわって使ってたじゃん。いや、覚えてない。覚えてない。何それ。ヒロ若い時さ、うん、乾ききったグローブは嫌だって言ってた。覚えてない？あ、まあでも乾ききったグローブは嫌だ。それヒロ昔さ、なんかヒロいつもこうなんかグローブをこうやって触って、いい状態のなんかこうやってなんか触ってる印象がすげえ。多分、8割、9割ぐらい乾いてるグローブ、湿りっていうか、若干なんか残ってる感じのが好き、今もする。やっぱそうなんだ。ヒログローブで言うと、それを絶対思い出す、ね。ヒロナガ、セルス、ちょっと濡れてるが全部俺はイコールで繋がってるから。乾ききってるとね、キャッチできないんだよね。いや、セルスならキャッチできるだろ、かわいっすよね。セルスならキャッチできる。あ、じゃあそれじゃあもう一個。足しといた方がいいの。ヒロナガイコールセルスイコールちょっと濡れてるイコールキャッチングで答える。オッケー。俺の好きなキーパーグローブの状態ね。それを知ってるやつなかなかいないし。なかなかいない。俺のもだって全然覚えてないもん、それ。お、昔それをすげえなんか言ってたなっていうのを思いました。まあスパイクは、うん、まあ俺の真似をしてるらしいんだけど。そうです。スパイクはなんであれ。サンフレッチェの時は、まあ、内容を履かせてもらってたんだけど、ヴィッセル神戸移籍して、どこのスパイク履こうかなってこう悩んでて、自分で購入して履こうって考えてて、じゃあゴンちゃんが水のモレリア履いてるから、まあ、じゃあモレリア履いてみようっていう。とりあえず試してみようって、まあ、自分で買って履いてて、まあ、そしたら、小学生の時のチームが、コロナで各メーカーが厳しいらしいけど、お前今スパイク何履いてんだって、お前もらえてんのかって言われて、
で自分で権田君の真似してモレリア買って履いてますって言ったら、うん、ドイツ戦の時のチームがうちがスパイク提供してあげるから、まあ、その代わり少しだけこう名前を使わせてくれてくれて、うん、お互いこうウィンウィンな関係を築けて今はそこからスパイクを提供してもらってるっていう感じ。ジャクパ？ジャクパ東京 FC っていう。え、それはね、ジャクパがじゃあ今ヒロにスパイクを提供してくれてるってこと？ジャクパが提供してくれてる。すごいね、それ素晴らしいことだよね。これも新しい形かなっていう。で、それでやっぱこの自分の、まあ、育ったクラブじゃん。だそれは逆に俺からしたら素晴らしいサポートであり、そのジャクパの子供たちにもさ、じゃあヒロがああやってこう試合に出たら、まあ、うちの出身のヒロマス出てるって実際に感じてくれるだろうし。そうだよ。だから俺としてもその育ててもらったジャクパーに対して何か力になれたらいいなとか恩返しできたらいいなって思ってたけど、なかなかそういうチャンスがなくて、ジャクパー側からこういう機会を設けていただいて、うん、すごい良かったなって思ってる。素晴らしいことだと思う、それは。で、まあ、ただ、まあ、モレリアを選んだ理由は俺が履いてたから履いてみようだと。あ、そうそうそうなんかネットで調べて確かゴンちゃんモレリア履いてたなと思って、ちょっとじゃあ頼んでみようと思ってすごい。ちゃんと自分で手入れすればそんな伸びないしさ、うん、俺も年間固定4足ぐらいでいけるから、ね、革がいいから結構こまめに変えていかないととかなんか結構見たんだけど、全然そんなことなくて、すごい持ちが良くて。俺思うんだけど、フィールドプレイヤーってさ結構切り返し多いじゃん。だからねじりがあるからズレ感とか感じるけど、俺らって基本つま先立ちじゃん、てか前重心だからさ、動きがあんまりこうねじれないじゃん。だから結構モレリアは俺キーパーに向いてんじゃないかな。いや、向いてると思う。あれ、ゴンちゃんの影響でモレリア履いてるキーパー多いんじゃないかな。多いかな。俺がそうだし。ありがとうございます。そう、それはそう。ゴンちゃんにメールで聞かないっていう。そう。で、俺はインスタで見て気づいたんだよ。なんか試合かなんかの写真をヒロを見て、うん、モレリア履いてんだけどと思ってどういうことと思って、それで知る。ゴンちゃんのことを追ってんのよ、俺は常に気にしてんのよ追わなくていいから、同等だから、そこは追うとかじゃないから、ルールいいのかなとか思いながらでもそこは変えないだろ、絶対そこは変えないセルスに押されたら、それも知ってるから。ヒロのそのセルスへの愛というか、そこは俺はもう昔から間近で見続けてるから、そこの関係は大事にしつつ、本当だからセルスも広めてって書いてください。そう、そんでね、この間ガンバ戦出た時に、うん、このグローブの一個前のモデルで試合、まあ、出ちゃって出ちゃった、出ちゃった、うん、でなんかセレッソの時に、うん、その旧作のやつで出て、ちょっと原価すぎたいなと思ってガンバの時も旧作のやつで出たら、あのセレッソの社長から新作合いませんでしたかって連絡来て、いやいやそんなことないですよね、すごいいいんですけどちょっと原価ついちゃいましたっていう、そういうエピソードがありました責任としてちゃんと新しいの使いましょうでもいいじゃん、でもなんかそういう風にちゃんと正直に言い合える関係がメーカーと築けてるっていう、まあ17年だからね、もう昔からね、それこそ高校生だもんね、中学生か13ぐらいからだ ねの頃からお世話なしてくれるようなやっぱいいメーカーも日本にはあるので、この辺もあの見てくれてる方は知っといてもらって、なんかセルスのグローブ使ったらキャッチできるで、ヒロナは僕は技術だと思うんですけど、ぜひぜひ、まあ、技術ももちろん大事だけど、やっぱどっかで道具に頼るのも大事だと思うしグローブは自信のちょっとない方はセルスを使ってみても、まあ、ウールも取れるけどね、まあいいんじゃないかなと思います。以上になります。あの1個ここから一発芸やってもらわなきゃいけない、それだけいやあるマジでマジ全員やってもらってるから、ヒロナガの久々にチューブが聞きたい、チューブだけにじになりたい、歌わないからにじになりたい俺はヒロナガイコールセルスイコールにじになりたい一発で、今日一発で。この動画がいいと思ったら高評価といいねよろしくお願いしますだからいいねじゃねえんだよ、高評価といいねお願いします。チャンネル登録だっつってんだろう、ご利用さ、高評価といいねは一緒か。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。